エドロフォニウムは、速効性の可逆性コリンエステラーゼ阻害剤の、一つである。主に神経筋接合部で、アセチルコリンエステラーゼを、競合的に阻害し、神経伝達物質のアセチルコリンの分解を防ぐ。商品名テンシ子論、またはアンチレクス。エドロフォニウム塩化物は、アンチレクス上中 10mg という名称で1960年に、強磷製薬から販売されている。 重症筋無力症を、コリン作動性クリーゼやランバート・イートン症候群から、鑑別診断するために投与される。エドロホニウムテストは、エドロホニウムを常駐して、その直後に一時的に筋力が増強するか否かを、調べる検査である。このテストで患者が、筋力増強を自覚した場合は、重症筋無力症である、可能性が高い。エドロホニウムは、 アセチルコリンエステラーゼ阻害剤であるので、シナプス感激でのアセチルコリン存在時間を延長させる。ピリドスチグミンやネオスチグミンは、エイクの活性中心に結合するが、エドロホニウムはアロステリック部位である103位のセリンに結合して、阻害効果を発揮する。その他、スジシカン剤等用の潜炎性呼吸抑制の作用基準の鑑別診断の適用を持つ。 また術後のサイクラーレカジにも使用される。重大な副作用として記載されているものは痙攣と呼吸中数麻痺である。その他、大気分泌増加、下痢、失神などが起こることがある。エドロホニウムの作用持続時間は短く、10から30分である。血中濃度の減少はに相性を示し、第1章の半減期は8.3分である。3. ジメチルアミノフェノールとブロモエタンから、エドロホニウム収穫物を合成し、塩化銀で収素を塩素に置き換えることで合成できる。ありがとうございます。